下本鹿之助下本鹿之助八月二十六8月26日から1947年10月22日は、大正から昭和時代前期の政治家、実業家。衆議院議員、加減工業、桃の三男として、高知県高岡郡東又村に生まれる。20歳まで、家業手伝いの後、高知県立農林学校を経て、東京三市学校で、 養蚕技術を学ぶ。卒業後は、母校の県立農林学校で教諭を3年間、勤めた後県庁に出資し、高知県技師として産業の発展に尽力する。後、大分県技師、1914年東また、村長、翌年高知県会議員を経て、1924年5月の第15回衆議院議員総選挙では、高知県第四区から出馬し当選。 以来3期にわたり当選し、立憲民政党高知支部長を務めた。他、鴨田村会議員、高岡郡教育会長などを務めた。実業会でも活躍し、高知製紙支配人、片倉製紙高知所長、土佐セメント常務取締役、塚かボタン酒造取締役、高知ガス監査役、四国水電社長、高知県産指導業組合長、 サゴシ制取締役などを務めた。1937年には、土佐電気製工を創立し、初代社長に就任した。ありがとうございます。